皆さんこんにちは、小田原急行 TV です。本日は小田急バスオリジナルトミカをご紹介します。まずは箱からご覧ください。オリジナル感ある外装になっています。小田急バスのマスコットキャラクターキュンタや70周年のロゴが印刷されています。次に商品内容です。トミカ一つとシールが入っています。シールはナンバープレートと行き先関係です。行き先は新霊7系統新百合ヶ丘行きです。上りと営業所所属のイスズエルが E9413 号車がモデルです。こちらが実際の写真です。号車番号や国土交通省標準ノンステップバス認可ステッカー、車椅子マークなど忠実に再現されています。しかし EDSS 搭載車ですがステッカーは貼られていません。窓はスモークガラスになっていてサッシは黒色で塗られています。反対側は非常口のマークまで再現されています。後ろは小田急のブランドマークも印刷されています。一般販売の都営バスでは再現されていなかったウインカーランプも再現されています。小田急バスのトミカはあまり売られていなかったので今回の商品化は嬉しいニュースだったのではないでしょうか。本日は小田急バスオリジナルトミカをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。